私の出番で。聖魂、それは血を媒介とし世に伝わる力、文明存続の火種。聖魂にはまだ人に知られていない秘密がたくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？彼女の裁きを受けなさい。なんかとんでもないところ。ここから任務の進捗状況を確認できる。ここは任務パネル。ここは任務ターゲット。これは任務説明によると、まずは地面の道案内に沿っていけば行くわよ。アイちゃん、もう一つ秘密を教えてあげるね。この広い世界では移動を続けると誰よりも早く走れるようになるんだよ。この光者の輝き。このお方、どうして川から流れてきたのじゃろうか。まさか、もう、いや、まだ生きておる。呼吸があるぞ。すまぬが緊急事態じゃ。手伝ってくれぬか。聞こえる。見て見て、あそこに八重さくらちゃんがいるよ。何をしてるのかな。 NPC に近づいた時にこのボタンをタップすれば。出発するわ。簡単な任務じゃな。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。震えなさい。断罪の目がこの先の危険を予知したわ。あの呪いがここまで蔓延してると。出発するわ。行くわよ。この皇女と共に旅できることを誇りに思いなさい。雑魚の分際で皇女を敵に回すの。あそこの薬草が見える？近づいてみよう。このボタンをタップすれば薬草を摘み取れるの。出発する。薬草を摘み取ると回復アイテムを獲得するよ。試してみて。行くわよ。皇女の名のもとに全ての罪悪を浄化するわ。
行くわよ。断罪の目はこの先の危険を予知したわ。あの呪いがここまで蔓延してると。罪人の涙のように苦いわね。出発するわ、出発するわ。行くわよ。雑魚の分は。出発するわ。この皇女と共に旅できることを誇りに思いなさい。この紫色の箱は何じゃ？少女の中で光っている紫の箱こそが全ての悲劇の始まりだと、この時はまだ誰も知る由はなかった。私こそが断罪の皇女。出発するわ。行くわよ。出発するわ。行くわよ。この先の危険を予知したわ。行くわよ。あの呪いがここまで蔓延してる。出発するわ。この皇女の輝きは天地を照らすわ。行くわよ。この皇女と共に旅できることを誇りに思いなさい。皇女の名のもと、夜の権限。行くわよ。出発するわ。行くわよ。この皇女の輝きは天地を照らすわ。雑魚の分際で皇女を敵に回すの。この先の危険を予知したわ。
この皇女と共に旅できること。雑魚の分際で皇女を敵に回すの。私の病気ちゃんと治るのかな。きっと治るぞリン。変なことを考えるでない。いい子だからきっと神様が助けてくれるはずじゃ。でも今朝お父様から聞いた話では、今度の祭典、お姉ちゃんどうやら一緒に桜を見に行く約束もう守れないみたい。お姉ちゃんは立派な巫女さんになってみんなを守って。リン、お姉ちゃんはついに皆殺しをするほどの力を手に入れたぞ。あいつらに復讐してやる。全員殺してやる。全員道連れにしてやる。これを果たしたらリンの元へ行くぞ。たとえそれが天国だろうと地獄だろうと。必ず。いいね。の名を呼んでいるわ。うん、出発するわ。この皇女と共に旅できることを誇りに思いよ。夜の幻言、行くわよ。出発するわ。行くわよ。出発よ。影のカラスが猶予を求めて。
を封印するとでも言うのか。なぜじゃ、なぜ動かんのじゃ。汝が邪魔しておるのか。八重桜、あなたを封印することがあなたにしてあげられる最後のことよ。ごめんなさい、桜。館長、先に一時輪廻の報酬を受け取って。彼女にこんなことがあったなんて。でもここは一時輪廻の空間で、全てを変えるチャンスはまだあるよ。もちろん輪廻が違えば話の展開も結末も違ってくるよ。それじゃ館長、二次輪廻で会いましょう。愛ちゃんの代わりに八重桜ちゃんとさよならしてね。